はい、朝ごはん食べ終わりました。これから後片付けでございますね。とは言ってもまだこれ豆煮てるんですよね。豆ね、大豆これ一回煮てほっとくとすごく美味しいんで、ちょっとね硬い豆だったみたい。硬い豆っていうかうまくやっつけてなかった。いやうまく長くつけてなかったんだよね、水にね。もうこれだね。こっからあと柔らかくなるんだけどね。やっぱ水に浸す時間が2時間ぐらいあったから一晩ってよく言いますよね。焼きにしたこれね、チンゲン菜と宮城錦糸、こちらに今待機させてありますね。それでここら辺のものを片付けていきましょう。ちょうどあと10分ぐらいでみんな片付くと思います。まあまあ本当になんかしらわかんないけど片付けてはよし、片付けてはよしね。人生っていうのはそういうもんですな。店出たかいこれはまた入れちゃう。ございますからね。それでここをバターで取る。バターは冷蔵庫と、よいしょ。冷蔵庫にもまだね、あれ奥の煮しめだし、カレーもあるし、メンチカツがありますね。キノコですね。いいじゃないですか。おう、このもの買ってたらあれですよね。全然ラップの消費量がちょっと減りましたね。で、片付けるときは鍋、長いのね。それを先に終わらせておく。鍋とか、長いものね。で、今日の場合はこいつらは洗って直接入れないといけないね。そうだね。ちょっと水入れてやろうか。よいしょ。でこの中は、途中まで使ってるんだな、うん、よいしょ。ちょっとじゃああとこれは食洗機に入れるのは後のプロセスにした方がいいんで後にしましょう。まずはサバの丼ですね。今途中まで入れられてるんで、これもねよくうちの奥さんと大喧嘩になりますね。僕はこれ途中まで入れるの大嫌い難しいね。ここはダメだな。って感じでね、あのピーマンでしょ、どれからこれでね、よし。この人はここでしょ。同じ処理をできるだけ一括してやった方がいいですよね。これはで、箸だね。箸はこっちだ。お、舞ちゃんのご飯が用意されていきます。豆見てますからね。それを忘れないで。他のことで熱中してると豆が焦げちゃいますからね。ね。もうこれで終わりだな。でかいやつをね。食洗機は絶対無理じゃない。日本中で一番使われてない台所用品ですよね。いろんな人のとこ行くけど、ビットインあるけど使ってないわ。借りるからね。僕は大昔から使ってます。まだ食洗機がね、珍しかった時代、ナショナルの宣伝でね、なんか食洗機を買ったのは2人でいる時間を作りたかったからですとかさ、そういうコピーライティングがあって、食洗機買えば彼女できるんだと思って買ったんですけどね、できませんでしたね。まあ便利だなとは思うんですけどね。はい、それで、うちは必ずこれ1回夜洗いします。この状態で1回の夜洗い、湯洗いが終わったところで次のですね、このようにクリームしてとか、この人たちをね入れちゃう。ね、僕はこうやって入れるのが好き。あ、これも入るね。こういうなんか焼くものっていうか。なんかの役割のあるものたちも入れちゃうとね、こいつも入れちゃえ。で、このおろしがね、おろしがね、これでいいかな。よし、じゃあこれでゴーゴーですね。ただこっち側が残りますので、こっち側を一回上げていってと、10分経ったな、丸だな、もうちょいね。頑張れね、こんな感じになってますから、一回ボールをこうやって。こうやって必ず中の油を一回落としてね、入れていきましょう。っていうか俺はこうするよ。が料理作ったり片付けたりするよっていうとみんな奥さん幸せですね本当だけど何にもそんなことないよね。喧嘩ばっかだからさ家庭の主婦さんも大変だったんだねってか最近はもうみんなほらスーパーの全部買ってポンって食ってるだけだから何にも大変じゃないけどさ昔は作ったら怒られ片付けては旅へつらかったね。なんで俺もさよくおばあちゃんに文句言ってたもん。弁当が甘くないとかさ色が茶色くてまずそうだって友達に言われたからそんなこと言うやつが言うんだからね。覚えてるぞ俺はあいつだ。こんなになるからね。世の中ってそういうもんよね。それで僕はここまでで終わりにします。食洗機回ればもういいわけだからな。そうだね。なんか大体分かってきてるんだけど、料理作るのってさ、結局ここまでやんないと終わらないですよ。今日煮しめ作ったから夜のおかずも半分ぐらいあるけど、またどうせ夜おかず作んなきゃいけないんだよね。なんか何やってんだ俺はっていう感じしますよね。後片付けで人生の半分終わるんじゃないかっていうね。この上洗濯掃除なんてやってるんだから大変だよね家庭の奥様はね。洗濯はちょっと外注ができないかな。クリームみんな出してみようか。しかしね、大変だ。でもそんな大変だけれども、時間がなくてできないわとかなんかよく言ってる人いるけど、じゃあ時間なくて認知症になったり、がんになったりしていいのってね。まあ果たしてご飯作るとならないかどうか別だけど僕はならないと思うよ。血圧習慣病って明らかにご飯を市場から食べるからだっていうのはいろんな防止があるからね。おそらくはそうだと思う。生ゴミこうやってね小さい小松ですね。ちょっと今日コンパクトにまとまるここ入らないとねここでゴミ散らかりが始まったりすると結構嫌だよね。結構嫌だとかそういうレベルじゃないよね。ここが生ゴミでわーってなるからね大変なんだ。こうなるまで僕は3年かかりましたからね。ほら、上手。あ、破れた。ダメじゃん。何やってんだよ、お前。で、スーパーのこの袋ってのもさ、しまう場所が面倒くさいよね。欲しい時に欲しいものが出てきて、ほら、こう破れた。あんまりすぐどんどんってやるとダメだね。どんどんは何事もよくない。どん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 はい、どんどん終わりました。そろそろ豆がね、ちょうどいい状態で豆が物を捨ててよいしょ。あら、豆ちょっとだけ醤油入れてあります。いいね。なんか肉ではならないで入れたしな。これで OK 毛だらけ、猫入りだらけ。もうちょい醤油に使って揚げ上がりました。はい、それでこちらは最後だね。火を消して豆の火を消せばいいね。はい、それで OK ですね。でシンクの中は、食器と同じタイミングでいつも洗うようにしておきましょう。これゴミ捨てのやつもね、食器と同じで三角コーナーとかがぬめぬめして嫌だって人はね、ちゃんと洗ってないからね、ちゃんと洗えるようにこれが一番いいと思ってね、僕三角コーナー使ってないで今ね、こうやってね、これ食器を洗ったやつと同じスポンジでやります。毎回ここまできれいにしてるとねいいんだけど、なかなかきれいにしないことが多い。あー、美味しかったご飯。多分料理作るの調理っていうレベルからいくと本当に 10% 程度だと思うんだよね、時間的なコストとして。だからもう絶対にもうそういうスーパーとかでベッドカーの方が安く簡単です。文句言われても自分のせいじゃないしね、料理作ってる人はまずいとかさ、これ失敗しちゃっただろうとか言って出すんだけど、みんな作ってるやわかるんだからさ、失敗しちゃったとか言わなくたっていいんだよな。失敗しちゃったのをじゃあ捨てろやからっていうわけいかないんじゃないよね。なんかもうね、大体からして家庭科でちょこっと習ったから料理できるようになるわけがないんだから、やっぱり長いスパンの中で、つまりお嫁さんに行ってお母さん、新しいお母さんのやり方習ってそれで初めてできるわけでしょ。そういう複雑な問題っていうのを全て破壊したからね、私たちの社会は。それが問題だよね。はい、じゃあ今日はここまでね、鬼しめとお魚とチンゲンサイに後片付けが終わって、豆も止まってます。夜豆食べたりできますね。はい、じゃあ今日はパート2ということで後片付けまでいたしました。いや、取りました。毎日してます。はい、あ、今これガンガン取りましたからでね、ここにね1本入れておくのね。でこうやってやったら夜洗いが終わったから、これがないと、洗剤での本洗いが終わったよということだよね。ちょうどいいようなんだよね。夜洗い終わるまでにこれだいたい、もうなんかワンワンいってる、なんか来たかな。ちょうどいいぐらい、これで本洗い入れば、あ、ちょっとダブってる、大丈夫だね。はい、これで本洗いに入ります。ということで朝ごはん終わりました。次は夕ご飯の用意だ